こんにちは、カメハウスのカナです。メイです。今日はアメリカの日本語学校の様子後半をお伝えします。みんなでせーの、いただきます。みんな日本のご飯が大好きです。テレビや YouTube はご飯の時だけ見る時間があります。ごちそうさまでした。お昼ご飯を食べた後はかなちゃんと外で遊びます。木登りはもうちょっと練習が必要です。午後は算数の時間です。8行目、縦線を引いてください。教科書は日本のみんなが使っているものと同じものを使って勉強しています。今日は46ページ三角13番の960÷2 をやっていきます。まず960÷2は9の中に2は4つあるから立てる。 4×2 8、9-8は1で、1の中に2はないので0を書き、 2×0 は0で、間違えた。次、6を下ろしてきて、0-0 は0です。だからこれで960÷2は480です。休み時間です。この時間は短いのでお家の中で遊びます。
そんなに上げてもできない。最後の時間も算数の授業です。お母さん、ん？これ56割3、この中に3が1つあって、 3×1、 3、 5-3 にそれで6を出してくるじゃん、うん、6の中に3ってできない。26の中に3がいくつありますか？8。それで8、8×3=24。それで2だから。算数終わったよ。次。国語。夕方になるまで勉強を続けます。土曜日に宿題を終わらせないと平日に遊ぶ時間がなくなってしまうからです。はじめ選手、旗を選ぶ、試合、気をつけ、これで5時間目を終わります。終わります。レ、ありがとうございました。いつもは学校が終わるとサッカークラブの時間です。今はお父さんがサッカーを教えてくれます。今日はメイのリクエストで外でバーベキューをします。お父さんが作るバーベキューご飯はみんな大好きです。今度みんなにお見せします。いかがでしたか？日本語学校の一日、早くオンラインラーニングが終わってほしいです。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。